皆さんこんにちは、フォーカスです。バスケットボールには様々な記録が存在します。1試合最多得点、キャリア総リバウンド、シーズン平均最多アシストなど、たくさんの記録が選手の輝かしいキャリアに花を添えます。そんな中、ある男は長い選手生活の中で誰よりもハードにプレーしながらも欠場することなく、時には痛み止めを打ちながら試合に出場し、636試合連続出場という記録を達成しました。高校時代、能代工業相手にダンク3本、51得点を奪ったルカワ楓は、いかなる時もコートに立ち続ける鉄人となります。ということで今回は桜井亮太選手について紹介していこうと思います。それではどうぞ。渡辺が行く。1983年3月13日、豊かな自然を擁し、東海道53次の宿場町、三重県桑名市で桜井選手は生まれました。後にダブルリーグトヨタ紡織で活躍する姉の桃子さんの影響で桜井選手はバスケを始めます。当時は J リーグの開幕によりサッカー人気が巻き起こっており、サッカーをしていましたが、あまりの人気で練習環境が整わないことが原因で、たった3ヶ月の期間で辞めてしまいます。そんな時、姉の勧めでミニバスに入った彼は、持ち前の運動センスですくすくと上達しますが、チームは弱く、決して全国的な選手ではありませんでした。中学では地元の中学、長島中学校に進学します。ここでも決して強いチームではありませんでしたが、女子は全国でも上位の強豪校であり、女子の練習相手として練習試合を行い、ボコボコにされていました。しかし桜井選手はこの期間に急激に身長が伸びたことで、一気に県内トップクラスの選手に成長します。ジュニアオールスターにも選出され、ここで初めての全国大会を経験。チームに戻るとエースとして躍動し、長島中を県ベスト4まで導きました。この活躍により、高校では県内の強豪校であり、全国にも名の知れた四日市工業に進学します。高校に進学すると、その線の細さからフィジカル面で大きな課題を抱えます。高校2年のインターハイでは沖縄の北中城高校と対戦し、桜井選手はその圧倒的フィジカルに負け、惨敗してしまいます。しかし同時に高さと速さには手応えを感じており、得意の空中戦では全国でも十分に通用することに自信を持ちました。そして高校3年の年、桜井選手は覚醒します。インターハイに出場した四日市工業は1回戦にていきなり副大大堀と対戦。その試合を見るほとんどの人々は大堀の勝利を予想していましたが、試合が始まると桜井選手は爆発、結果1人で37得点を奪い、83対75とチームを勝利に導きました。2回戦では北陸高校に敗れてしまいますが、この大会で桜井選手は一躍全国で誰もが知るプレイヤーとなりました。そしてその年の冬、桜井選手はあの歴史的ジャイアントキリングを巻き起こします。1回戦の洛南戦を80対62で勝利すると、続く2回戦の能代工業戦、当時の能代は2年前の田臥選手の活躍あって能代全盛期に近い時代であり、誰もが能代優勢と見ていました。しかし試合が始まると、桜井選手はコート上の誰にも止めることができず、能代は彼をファール覚悟で守りに行きますが、当時の世界記録である21本連続フリースロー成功を成し遂げます。ディフェンスでも194センチとは思えない素早い動きと長い腕を生かし、スティールを量産、そこからスラムダンクを叩き込みます。その結果、83対82のクロスゲームを制し、四日市工業はウィンターカップ史に残る歴史的ジャイアントキリングを達成します。この試合で桜井選手は51得点7ブロックという漫画のような活躍を残しました。山王工業のモデルとも言われている能代工業相手に何度もダンクを叩き込むその姿に、人々は桜井選手とスラムダンクのルカワ楓を重ね、彼はその後リアルルカワと呼ばれるようになっていくのでした。高校のキャリアを終えると大学進学を考えますが、ここで桜井選手は意外な選択をします。全国でも注目選手の彼は関東の大学に進学するのが妥当だと考えられていましたが、東海地区の愛知学園大学に進学します。ここでは1年次からレベルの違いを見せ、新人王を獲得。東海学生リーグでは在学中の4年間で4連覇を達成しました。東海地区で無双中の彼にはナショナルチームからも目がつけられるようになり、大学生による日本代表合宿にも選出されます。そして2004年の第1回アジアスタンコビッチカップのメンバーに選出され、日本代表デビューを果たします。また大学4年生の東海学生リーグでは MVP を獲得しました。
そして2005年の東アジア大会では A 代表に初選出されます。その後の国際親善大会であるキリンカップの日本代表にも選出され、順当に日本代表として経験を得ると、その後のアジア選手権でも日本代表としてプレーし、オールアジアセカンドチームにも選出されました。大学を卒業し社会人チームに活躍の場を移すと、強豪トヨタ自動車アルバルクに入団します。ルーキーシーズンでは途中出場ながら強豪トヨタの主力選手として活躍しました。そのシーズンは優勝も達成し、1年目から優勝を経験します。順風満帆かのように見えたルーキーシーズンでしたが、桜井選手は日本代表でありながらもチームでは控えである自分に強いコンプレックスを抱いていました。当時は折茂武彦選手、渡辺拓磨選手、斉藤豊選手、高橋マイケル選手など日本代表でも主力の選手がチームに在籍しており、トヨタ自体が日本代表のようなチームでした。そこに外国籍選手も加わるため、彼にとっては代表よりプレータイムを勝ち取ることが難しかったのかもしれません。2年目ではその身体能力を生かしたディフェンスで活躍の場を広げると、プレータイムを大きく伸ばし、チームの中心選手として活躍しました。桜井選手は言います。トップリーグに入る選手は学生時代チームの点取り屋だった選手ばかりで、そんな選手が集まるとそのまま点取り屋としてやり続ける選手もいれば、違う役割を見つけてプレータイムを勝ち取っていく選手もいます。チームの中で何ができるのか考える必要があります。この彼のチームに必要な仕事を見つけ実行する力こそ、彼が大記録を達成する大きな要因となります。2007-8 シーズンではより長いプレータイムを求めてレラカムイ北海道に移籍、キャリアで最も長い 35.1 分のプレータイムを獲得し、 9.8 得点、 4.5 リバウンド、 4.8 アシスト、 1.3 スティール、 0.5 ブロックを記録。また数年前から日本代表の長身ポイントガードとしても期待されていたため、ポイントガードとしてもプレーしており、縦の速さは生粋のポイントガードの選手をもしのぐスピードでした。その後もポイントガードとしては荒さが残りますが、平均して2桁得点近くを上げる活躍を残し、桜井選手にとっても決して悪くないシーズンを過ごしていきます。しかし2010-11 シーズンを最後に、レラカムイは運営会社の経営悪化により様々な大人の事情に巻き込まれ、さらには東日本大震災の影響もあり、チームは消滅の危機に陥りました。そんな時、桜井選手と共にトヨタから移籍した当時のキャプテン折茂武彦選手が選手兼任オーナーとして名乗りを上げました。それでも所属していた選手は全員自由交渉リスト入りとなり、選手を集めることすら難しい財政状況となりました。折茂選手は自分の貯金からも選手にサラリーを支払うほどギリギリの経営を行っており、その折茂選手へのリスペクトと資金潤沢のトヨタからプレータイムを求めて移籍した意地で、給料は少なくとも北海道に残ることを決断します。そこからチーム名をレバンガ北海道に変更し戦うことになります。そしてレバンガ北海道となった最初の11-12 シーズンに、桜井選手は1試合平均 9.5 得点、 4.5 リバウンド、 3.9 アシスト、 1.4 スティールを記録し、プレーオフ進出は逃したものの、歴代最高の5位でシーズンを終えました。その後もチームの絶対的主力として1試合も休むことなくプレーし続けます。しかしそれは健康なキャリアを送っていたからというわけではなく、怪我をしてプレーしていました。15-16 シーズンから17-18 シーズンまで3年連続で手術が必要な大きな怪我をしており、それをオフシーズンで行い、シーズンが始まるまでに動けるように合わせていました。しかしこの頃には当時の激しいダンクをする桜井亮太選手は見る影もありません。桜井選手のような身体能力系の選手は基本的にキャリアが短く、身体能力が落ちたり大きな怪我をしたりすれば輝きをなくしてしまいます。しかし彼は違いました。チームに必要なことを見つけ遂行する。トヨタ時代からの強みは彼に引退の2文字を簡単には出させませんでした。そして彼の連続出場記録は続きます。痛み止めを打ちながらプレーし、チームに貢献する姿はバスケファンから鉄人と呼ばれ、多くの人に希望を与えていました。そしてついに20-21 シーズン第20節の秋田ノーザンハピネッツ戦で、その連続出場記録は止まってしまいます。実に2006年2月12日のトヨタ自動車時代から始まったこの記録は636試合という数字で幕を下ろしました。彼は言います。よくここまでやってきたと思う。次に誰かが抜いてくれることによって自分の記録も注目してもらえると思う。この辺りで止まってよかったのではないかと思います。終盤では痛み止めを打ちながらプレーしていた彼はまさに鉄人であり、彼の記録を塗り替える選手はそういないでしょう。ある意味どんな記録よりも難しいかもしれません。また桜井選手は北海道でスキルワークアウトスクールというバスケットスクールを開校し、子供たちに直接指導しています。彼にとっては長く応援してもらっている北海道への恩返しなのかもしれません。現在は少ないプレータイムですが、多くの試合に出場し、コート上そしてベンチでも活躍しています。
今シーズンで17シーズン目となっている櫻井選手の選手としてのキャリアは今後そう長くないかもしれません。あとどれだけ見れるかわからない櫻井選手のプレーを今後も見ていきたいと思います。櫻井選手が引退するその日まで目が離せません。いかがだったでしょうか。今回は櫻井遼太選手について紹介してみました。この動画が良かったり、このチャンネルに興味を持ってくれたりした方は、高評価、チャンネル登録お願いします。それでは、I must be going.